四季蘭の続きですね。ただいまの時間は4時19分、11月14日水曜日ですね。夕方の4時19分ですね。でこちらの方はシグナルが出てましたけど、先ほどの続きですね。シグナルが出てきました。どうでしょうかね。今日はまぐれでちょっと調子いいんですけどね。こうですね。でシグナルの方なんですけど、16時12分15秒に CHFJPY というシグナルバイということで出てきました。分析は 83.33% ですね。これか CAD、 これですね。だけど、これでは内部では出たんですけどね、表示されなかったみたいですね。まあそういうのが出てます。ここで見るとやっぱ 83% なので合ってますね。で12個ですね、12個になってますねということですね。ちょっとどうなんでしょうか。でこれちょっと見てみましょう。ちょっときついところですね。残り4分になろうかとするところですね。これって音声を指示をして、こちらでね、手入力でね、ライブなんでね、自動覚え品で手入力になりますね。一応これ今動作中なんで切っときます、ね、取引中なんでね、また次の来ちゃうとややこしいんで、片寄ボリンチャーバンドは非常にいいもんですね。そのボリンジャーバンドだと真ん中に来るわけですけどね、片寄せボリンジャーバンドは片寄りに行った時には片寄りに行くんですね。パソコンの方の時間ですね。この時間とこのね、電波時計の時間と同じなはずですけどね。
どうでしょうか、勝てるでしょうか。バネオプションはね、変動が結構短いんでね、結構あるんですよね。まあ、こんな感じに勝てればいいですけどね、今日は本当偶然ですね。奨学資金なんでね、ご了承ください。試験投資の、ライブの試験投資なんで、1000円ずつだけですけどね。はい、終わりました。勝ったようですね。どうもありがとうございました。